日本滋賀県大津市下半本下半本は滋賀県大津市の町名。現行行政地名は下半本1丁目から下半本6丁目。この記事では現在の下半本1から6丁目の前身となった下半本町についても述べる。大津市の北部に位置し、東で琵琶湖に面する。北東で比叡辻、南で唐崎、南西であの、西から北にかけて、 坂本に隣接する。南端で東から西に一丁目、二丁目が並び、その北側で南から順に三丁目から六丁目が並ぶ。中世は山戸層のうちにあり、江戸時代には下坂本村となった。村高は寛永合庁で三千五百十七国でありうち、延暦寺寮が三千四百二十七国、最強寺寮が九十国であった。琵琶湖の湖岸部は、 天保年間に、江戸の町人である、大久保定介、大久保今助らによって開発され、大久保神殿と名付けられた。1889年の町村政志向の際、下坂本村と比叡辻村が合併し、下藩本村が成立、大あざ下藩本に役場が置かれた。1951年に、 大津市に下半本村が合併される際に、大浅下半本が下半本町に改名され、1979年に、この下半本町と、坂本阿能町の各一部から下半本が成立した。前述の通り現在の下半本1から6丁目の、母体は、旧滋賀郡下半本村大浅下半本を継承した、大津市下半本町である。下半。 本町成立後以下の経緯による町名整理で下半、本町の全域が別の町名へ変更され、下半本町として残る地域は現存していない。2019年4月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移、国勢調査による世帯数の推移、私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 ありがとうございます。